皆さん、こんにちは。柔道家の阿部詩さんが可愛いと話題になっています。日本一可愛い柔道家と言われる阿部詩さんですが、そのはっきりとした顔立ちからハーフなのではないかという噂も浮上しています。兄、一二三選手にもハーフ説があるようですが、噂は本当なのでしょうか。今回は阿部詩さんの私生活を中心に深掘りしてみたいと思います。阿部詩さんのハーフ説ですが、調べたところハーフではありませんでした。兄、一二三選手もイケメンであるがゆえにハーフなの？とネット上でささやかれていますが、純日本人で間違いありません。柔道界の美男美女兄弟として注目されるほど綺麗な顔立ちのため、あらぬ憶測が飛び交ったようです。顔のパーツが少し日本人離れしているようにも見えるので、パッと見の印象だとハーフだと勘違いする人が多いのかもしれません。阿部詩さんの出身地は兵庫県です。神戸市で生まれ育ち、5歳の時にお兄さん2人に続いて兵庫少年児玉会で柔道を始めています。阿部詩さんは2000年7月14日生まれ、2022年現在22歳です。幼少期から高校までは出身地である兵庫県で過ごし、日本体育大学へ進学とともに東京へ上京しています。高校卒業時にはこれまでの柔道の実績を評価され、数々の大学や実業団から勧誘があった阿部詩さんですが、もっと強くなりたいという気持ちから兄、一二三選手と同じ大学で柔道に打ち込む道を選んだそうです。阿部詩さんは幼い頃からずっとお兄さんの背中を追いかけているのかもしれません。阿部詩さんのご両親の国籍は日本です。阿部詩さんの父、阿部浩二さんがハーフのような顔立ちのイケメンなことから、ご両親が外国人またはハーフなのではないかという噂が広がったようです。ネット上では試合の応援に来ていた阿部詩さんの父、阿部浩二さんの画像が出回ると、たちまちイケメンすぎると話題になっていました。父、阿部浩二さんは消防士で、母、阿部愛さんは喫茶店を経営しています。どちらも阿部詩さんが生まれ育った兵庫県神戸市で働かれているようです。母、阿部愛さんの喫茶店はもともとご両親が経営していたお店を引き継いでいるそうなので、昔から兵庫県にお住まいの可能性が高いと考えられます。ハーフ説は払拭されたと思いますが、阿部詩さんの家族を調べてみると全員顔が似ていることが判明しました。ご両親も詩さんのお兄さん2人も美男美女で話題になりました。お子さん3人ともはっきりとした顔立ちでハーフと言われてしまうのも納得な顔立ちです。ちょっとずつ雰囲気が違いますが、それぞれに父、浩二さんの面影があるように感じます。2021年時点で父、浩二さんは51歳、母、愛さんは49歳という情報がありますが、お二人とも年齢の割に若く見えると評判です。きっと阿部詩さんもご両親のように素敵に年を重ねていかれることでしょう。ハーフのような可愛らしい顔立ちと圧倒的な強さで人々を魅了する阿部詩さんの今後の活躍に期待したいと思います。一方で、阿部詩さんが投稿したインスタ画像の一緒に写っている男性が密かに話題になっています。一緒に写っている男性は誰？もしかして彼氏？彼氏の匂わせ感がすごいと、阿部詩さんの彼氏ではないかとの憶測が飛び交っています。阿部詩さんと一緒に写っている男性は一体誰なのでしょうか。金メダルを獲得した喜びのショットですが、距離感も近いし親密な雰囲気あり、コメントにも世界一のパートナーと書かれています。阿部詩さんの隣に写る男性は付き人の森和樹さんです。阿部詩さんと森和樹さんが恋人同士との公式な発表はありませんので、彼氏かどうかの正確な情報はありません。しかしこれだけ親しそうにされていて、最高のパートナーと公言されると勘ぐってしまう人も出てくるのは納得してしまいます。森和樹さんは1998年3月31日生まれ、熊本県の出身です。森和樹さんも柔道の2018年全日本ジュニア選手権で55キロ級準優勝という輝かしい成績を残しています。阿部詩さんとの年齢差は3歳年上で、阿部詩さんの専属付き人となって数年となるそうです。短期間ながらオリンピックで金メダル獲得へ導いた森和樹さんは敏腕の付き人と言えるでしょう。もともと森和樹さんは阿部詩さんの兄、一二三さんの友人でした。付き人になったきっかけは年齢差や
60キロ級と階級も近いので阿部詩さんの練習相手になったことが始まりです。森和樹さんは教師として就職が決まっていたものの、その内定を蹴って阿部詩さんの専属付き人になることを決めたそうです。この経験は今しかできない、何より死のためなら一緒に戦いたいと語ったと言われています。内定を蹴って人生のターニングポイントとなるキャリアチェンジをしてまで付き人になるのは相当な覚悟が必要でしょう。阿部詩さんと森和樹さんは恋人でなくとも深い絆で結ばれていることがわかります。本当のカップルになったら良好な関係を築くことができそうです。幼少期父の反対を押し切って柔道に専念するようになったそうで、兄の阿部一二三さんによれば妹は非常に熱心で妹の方が強くなると道場の関係者に期待されていたといいます。一方小学生時代はそれほど本格的に練習に取り組むことはしていなかったとも言われています。小学校4年の時からは兄と一緒に宿川学院柔学校高等学校の柔道部監督を務める松本純一郎さんの指導を受けることになったが、車から出てこなかったり道場の入り口付近の壁にへばりついてダダをこねまくったりするなど頻繁に練習を嫌がっていたそうです。柔道に積極的に取り組む向上心旺盛な兄とは正反対の態度を取り続けていたものの、兄よりもセンスのある天才肌という評価を受けていたこともあって、小学校5年の時には全国小学生学年別柔道大会40キログラム級に出場しましたが、2回戦で福岡県の浦名町に判定で敗れました。6年の時には45キログラム超級に46キログラムながら出場するも、初戦で80キログラムほどある相手に小外刈りであっけなく敗れたそうです。この敗戦を機に闘争心に火がついたといいます。その後非常に熱心に練習を取り組むようになり、めきめきと頭角を現していきました。結果2018年の世界選手権では兄弟同時に世界チャンピオンとなり、2021年開催の東京オリンピックでは同日に兄弟で金メダルを獲得しました。最初のうちは大会で3位になってもそれでいいや程度にしか思っていなかったようですが、優勝を積み重ねる兄ばかり褒められるのを見て羨ましくなり、トップを極めたいと思うようになったそうです。ここからもわかるように負けず嫌いで何でも一番になりたい性格だと自己分析しています。また周囲から期待されるのが好きで、大勢いる中でやる方が力を出せるタイプだとしています。以前インタビューで次のように答えています。怪物になりたいと思っている。見るものすべてに阿部詩は怪物だ、阿部詩はおかしいと言われるくらい強くなりたい。怪物というのは単に強いとかすごいとかではなく、言葉で表せないぐらいの人になりたいという意味を込めている。東京オリンピックで優勝したら怪物になれる。最終的には柔道といえば阿部詩と言われるくらいの存在になりたいと考えていると語りました。実際に前人未到兄弟での金メダリストという快挙を成し遂げることになります。負けず嫌いの精神を維持して今後のさらなる活躍にも注目していきましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただきましたらチャンネル登録高評価をお願いいたします。